してですね、ちょっと家で普通のコンロでやったんですが、ちょっとやっぱ違うぜっていうことで、やっぱ七輪がいいよねっていうことで、はい、やってまいりました。七輪を持っているこてつホームでこてつパーリー。いやー、やっぱり寄島の牡蠣はもうめちゃくちゃ美味しかったです。はい、そしてね、別の日で、この日はですね、マダイ狙いで久々の天野にやってまいりました。これもまたこてつとですね。びっくりした。なんだ、違うな、白だ、着火見た俺は。わ、やばいやね。なんだ、なんだ、手はっちいな、手はっちいな。ちょっとどうぞお食べください。あ、おにぎりおにぎりおにぎり大事に扱え。もうちょっとお、めっちゃええもんあるじゃないか。あ、全然取ってなかった。おい、あ、あれ片方の耳使ってね。仕掛けていって用意した人が俺だけ。こうだよな、こうこうだろう。あんた後ろあの大きい。オーケーオーケー、これ作って来たよ。来た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 。よしよし、来るか、来るか。おいおい、無人島に到着です。コンロ、コンロもあります。湧いてます。からの33m。 そば、そば食ってた。やった。また2馬力ボートを始めたいという方への船外機のお話でございます。やはりエンジンなので、まあメンテナンスだとかトラブルがちょっと困るとか怖いとか言われる方が結構いるんですが、全然問題ありません。実際ですね、これ今回ゴンゴクラブさんという方に、定期メンテナンスとね、ちょっとした修理の方をお願いしていて、まあ、帰ってきたところですね。で、何回か2回ぐらいですね、試験的に走行したんですが、まあバッチリ、もう見事に新品かのような感じで戻ってきて、もう大満足なんでありますが、でこのようにですね、もう専門の業者さん預けてもいいんですが、なかなかね、もう地域性もあると思うんですが、僕の周りではですね、これ2馬力船外機専門で見てくれる業者さんとかお店屋さんはありませんでした。結構調べたんですけどね。で、やっぱりこのゴムボクラブさんと言われる方はね、これ2馬力やってる方も結構有名な方なんでご存知かと思うんですが、まあとにかく丁寧、ブログやられてますので記事見ていただけたら一目瞭然なんですが、まあ見事にもうどんな問題でも解決してくれるよっていうぐらいね、凄腕の方なんで、この方にね、頼めば問題ないかなと思います。で、気になるね、お値段結構取られるんじゃないかなと思われるかと思うんですが、めちゃくちゃゴムボクラブさん良心的な方で、すごく安くで、してくれます。そしてね、梱包の配送の干し方とかもね、丁寧に教えていただきますんで、結構ね、送料もね、高いと思ったんですが、めちゃくちゃ安くで、送れるということで、梱包のやり方とかもね、詳しく出てますので、こんな感じでブログにも載ってるんですが、また再度ね、丁寧に教えてくれます。はい、2馬力エンジンで、昔、ちょっとバイクとか原付のエンジン、キャブレターとかね、いじってた方とかならね、自分でこうメンテナンスできるところもあるんで、まあオイル効果もそうなんですけども、比較的まあ見やすい感じにはなっているんですが、
やっぱりね、海の上で使うものなんで、何かあったらちょっとね、怖いっていうのもあるんで、ちゃんと詳しい方、ゴンボクラブさんみたいな方にね、ちゃんと見ていただいた方が安心かと思われます。あと船外機の課題なんですが、既製品のものは結構高価になるので、こういったね、ホームセンターでイレクターパイプでもいいんですけど、いろいろね作り方ありますので、自作で作られた方が安上がりになりますね。はい、ということでですね、船外機の話を少しさせていただいたんですが、結構ね不安に思ってる方も多いんですが、意外とねなんとかなるよということです。で、やっぱり何しててもね楽しいんでね、いろいろやりがいもありますので、もうぜひぜひおすすめなので、これから2馬力始める方、オフショーですね、沖での楽しみ方をもう一日でも早く味わっていただけたらなと思います。あとね、釣れなくてもね楽しいんで、釣れなくても楽しいです、大丈夫です。よしよし、いいよ。